皆さんこんにちは。さすがに妹と一緒に寝ているような彼氏の肩を持つ彼女はおかしいと思ったメイドのリコです。夢見る男子は現実主義者10話もう10話ですね。10話なのに全くと言っていいほどメインヒロインの深掘りも主人公との関わりもないのですが、これ一体何のジャンルの作品でしたっけ？前回はご意見番として頭おかしい兄弟と彼女を納得させてました。そしてもう夏休み終盤のはずなのに、序盤も序盤にあったはずの学校説明会編がスタートです。時系列どうなってるのよ、いい加減にしてほしいです。時間を遡って夏休み初日くらいから始まるのかな。これよりネタバレと多分な批判を含みます。嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。あなたの体調の方が大切ですから。いいですか、始めますよ。それでは夢男子10話のあらすじはこちらです。姉に強制され、すでに終わっているはずの学校見学の準備に参加したいと風紀委員長に電話をする。一度は断られるも、個人的にも会いたいからと食い下がると、実は人手不足だったから助かるとのことで参加決定。準備当日、委員長はなぜかよそよそしくなってしまっていた。ゆゆ先輩の手を払って再度握り、その後逃走したことでサジョッチの気持ちを軽視したことでゆゆ先輩を怒らせてしまったのではないかと不安になっていた。サジョッチの意地悪な言い方にトゲがあると感じている委員長に対し、まっすぐすぎるせいか、冗談が通じにくいんだな、と受け取る側の問題だとしてしまう。風紀委員会は機材の運搬、会場の設営など裏方の担当であるが、圧倒的女子率のため重労働は濃く、自分一人増えただけで大丈夫？と聞くと、言わずもがな帰宅部で筋肉もさほどないサジョッチだからこそ頼むらしい。どの作業であれ主催者責任や守秘義務が伴うからサジョッチなら大丈夫という、そんな部外者を入れちゃいけないような大事なところの作業を任せようとしていた。女子に男を見せられる機会だから張り切っちゃうサジョッチと、なぜかいきなりイチャつき出す委員長。他メンバーと合流すると、クマさん先輩が妹の近況を教えてくれた。どうやら家ではサジョッチのことばかりを話しているらしく、依存先が兄からサジョッチへシフトチェンジしていっているようだ。さていよいよ設営準備を始めよう、という感じです。ようやくメインヒロインであるアイカのターンが10分くらいありましたね。サジョッチの出番はずっとあったのに、ようやく出番が来たと思ってもたったこれだけなのね。過去シーンは6分程度だったし、アイカの話は後にしておいて、なんだろうなぁ、なんだろうこのイライラは。言葉の端々から感じる気持ち悪さかな。なんかところどころに違和感を感じてしまってしょうがないです。よくわからなかったことが一つありまして。いや何個もわからないっちゃわからないんですけれどね。最初の方で、お風呂上がりっぽい姉が、いつものって言ってアイスコーヒーを刺してちょうだいって言ったんですよ。それを聞いて、サジョッチは置いてあるアイスコーヒーを渡しました。姉に自分の飲みかけ渡す？弟の飲みかけのを飲む？風呂上がりかつコップに水滴がついておらず氷が残ったままってことは、直前に持ってきたやつじゃん。つまりサジョッチが持ってきたものだよね。平然と指定で飲み回しているとか信じられないですね。確かに前回姉が飲み残したコーヒーを飲んではいましたけれど、あれはまだ、なんで残したんだろ、味おかしかったって意味合いで一口飲むっていうのはわかりますよ。でもこれがっつり飲んでるじゃん。なんで出てくる兄弟みんなおかしいの？作者の趣味なの？やめてクレメンス。もう一つわからないことといえば、風紀委員会って1年生いないの？入学したら委員会って決めませんでしたっけ？高校によるのかしら？2年と3年しか見当たらないんですけれど、どうしてかしら？風紀委員会は圧倒的に女子が多いとは口では言っているけど5人中4人じゃん。これで圧倒的っていう？ちょっとしたナローハーレム程度の比率じゃないですか。風紀委員会の中でもこの4人は別格で、残りのメンバーは早々に雑用をやらされているってことかしら。これは委員長の班かどうかで決まっているのかな？優遇の差が激しいですね。そして最大の謎。というかもうこれは制作側のアホさ加減、やる気のなさを露呈していることなんですけれど。前回も言ったけれど、なんで今更学校見学の話を入れているの？もう夏休み終盤でしょ？
8月第1週の話じゃないでしょうが、時系列シャッフルってわけでもなく、そのままの時間軸だったしさ。これもしさ、今までの話はぎゅーっと凝縮されていて、まだ8月入ったばかりなんだとしたら最終回まで夏休みってことだよね。1クールでたった1学期しか進まないとかめちゃくちゃ濃い内容ですね。やったね、サジョッチくん。まだまだたくさん夏休みイベント使えるよ。そんなわけないでしょうが、薄すぎるんだよね。ここまでガバガバな時間管理ある？何か別のイベントを使えなかったの？それか学校見学の日程を終盤に持ってくるとかさ。そうだよね、別に8月序盤に持ってくる必要なんてなかったんだから、ずらせばよかっただけじゃない。制作陣アホすぎでしょ。さてさて、今回のメインになりますね。唐突な自分語りは乙女の特権。愛花の過去シーンは別に、ああそうなんだ、別にここまで引っ張る必要なかったね、くらいの感想です。妹が非常に邪魔で大嫌いだったんだろうなぁとは感じました。友達の誘いは、家のことがあるから、と毎回断っていたんですよ。でも家のことって、今まで妹しか出てきていないから、家で一人きりになってしまう妹のお世話ってことしかないよね。よくそれで妹と仲良くやっていけてるなぁと感心します。妹はものすごく愛しているけど、邪魔でしょうがなくてどうにかなりそうだけど、妹に当たることなく生活しているなんてどんな精神なんでしょう。可愛さ余って憎さ100倍って感じなのかな。それだったらもうちょっと妹に対する扱いを愛情100みたいな書き方じゃなくして欲しかったですね。問題なのはサジョッチの方だよね。昨日の今日で、一目惚れしたから付き合ってくださいはまだわかる。わかるけど、振られた後もしつこく付きまとう鋼メンタルはどこから生まれてくるの？愛花からしたら恐怖でしかないでしょ、こんなの。しかも、また同じ学校だねって近づいてくるんでしょ？絶望すぎる。でもストーカー行為のおかげで周りから声をかけられることが多くなったようですね。1話最後から2話冒頭の、ストーカー行為のせいで友達がいない、布教しよう、のお話どこ行ったの？中学校ではストーカーのおかげで友達ができたんだよね。高校ではそうはいかなかったっていうの？可愛くって人気のある子なのに、そんなバカな。最初の頃の話忘れてるでしょ、絶対。あと回想で驚いたのが、Kが高校から仲良くなった子だってことね。Kはサジョッチのことが好きな描写が漫画ではあったけど、知り合ってまだ2ヶ月そこらだったってことじゃん。ストーカー野郎のどこを見て好きになったんでしょうか。それとも愛花とは出会っていなかっただけで、サジョッチとは中学校からの知り合いだった？それならまだわからなくもないですけれど。そして回想が終わり、サジョッチの幻聴を耳にしてしまいます。そしてなぜか急に走り出してサジョッチを探し出します。そして見つからないと、寂しい、と口から漏れてしまいます。そして口から漏れた言葉に驚愕して混乱してしまいます。もうこれマインドコントロールが解けかかって抜け出しそうな人じゃん。日々付きまとわれすぎたせいで今度こそ精神が壊れちゃったんだね、かわいそう。でもサジョッチの姿を見て走り出して必死に探し出そうとします。マインドコントロールが切れかかると術者の元へと向かうようにインプットされてるのかな？本当になんで急に会いたくなったのかしら？これは私が恋愛偏差値激低だからわからないだけ、恋愛マイスターならこの行動も理解できるのでしょうか。理解できた方がいらしたらぜひお教えください。ここで一つ気になったのがね、サジョッチはなんで椅子を一つしか持っていないの？ってことよ。ゴミ箱の運搬もしてたけど全然重労働じゃないじゃんか。椅子なんてさ、何個も持つかカートに乗せて運ぶよね？たった一つだけ足りないなんてこと起こる？そしたら計算下手すぎでしょ。力仕事なら任せてください。そんなところで笑いを取ろうとしなくたっていいのよ、真面目に仕事しましょうよ。しかし最後の最後でサジョッチと出会ったので、どういう対応を取るんでしょうね。どうして走り出したのかが理解できないから、どうなるのかわからなくって楽しいですね。今回の動画はいかがだったでしょうか。このような感じで、私が思ったことをありのままに話していきます。私に話してほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップもありますので、よければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。
また次回感想を言いたい作品がありましたらお会いいたしましょう。